タケノコのシャキシャキ感が残ってる。うん、おいしい。ワンズタイムではワンコと一緒に道の駅を巡っています。今回の旅では千葉県の29ある道の駅を制覇します。4泊5日最初の車中泊は道の駅睦沢集いの里。道の駅巡りは残り12箇所。今回は古くから城下町として栄えた大多喜町の道の駅で特製たけのこ肉まんに舌鼓。そして自然豊かな君津市では幻想的な景色が広がる濃溝の滝亀岩の洞窟へ。はい、ということで2日目始まります。今日ね、最初の道の駅は道の駅竹浦の里大滝ということで大滝町の方に今向かってます。いやいや、どんな道の駅でしょうかね。ここもね、本当に行ったことない道の駅なので楽しみです。周りね、やっぱね、紅葉始まってますよね。千葉県は12月の上旬ぐらいがね、ちょうど紅葉シーズンというふうに言われてるんですけども、場所によってはね、もう全然紅葉になってたりもするんですが、まあ今日もね、多分行くとこ多少紅葉になってたりもすると思うんで、それも楽しみながらね、行きたいと思います。まずはね、大滝行ってみたいと思います。はい、入ります。道の駅竹浦の里大滝です。はい、意外とね、あの店の前の駐車ではすぐ埋まっちゃう感じですかね。台数がそんなないです。トイレは普通ですね。はい、竹浦の里大滝です。こちらにね、地図があります。多分大滝町のね、地図ですね。養老渓谷あったりだとかお城がありますね。そんな感じです。はい、とりあえずなんかね、はい、見ていきたいと思います。大滝のお酒だって。大滝のお酒がありましたね。大滝のお酒、日本酒ですね。江沢の担々麺。あ、本当だ。はい、勝浦はね、担々麺が有名で、はい、いろんな担々麺あるんですけど、あの江沢っていうところね、うち大好きなんですよ。よくね、食べに行くんです。美味しいよね、うん、そこのラーメンです。これね、買ってきましょう。はい、これ美味しいです。江沢の。やはり大滝町も星光、古代米だって。ほら、あ、古代米ですね。先ほどもあった古代米、さっきの道の駅でもね、うん、あったよね。おにぎりあったよね。おにぎりあった、うん、豆腐とかナバイバがあった。ナバイバ食べたいね。これ旅行だからね、とあれだけど、なんか佃煮系が、房州卵焼きだって。郷土プリンのような、房州卵焼きみたいなのあってました。プリンのような卵焼きですらしいですね。干し椎茸とかたくさんありますね。あと芋、里芋が、里芋がたくさんあります。クッキーとかね、たくさんあります。はい、オーガニックのクッキーですね。蜂蜜もあれなんだね。うん、蜂蜜もたくさんありましたね。大滝にハーブガーデンあるんだ。ん、ハーブガーデン。あ、本当だ、大滝のハーブガーデン、うん、あ、あるよね。ローズマリークッキーだって。イチジクの米粉のクッキーだって。はいはいはい、へぇ、あー、買ってこっか。なんかちょっと美味しそう。美味しそうだね、うん、じゃあこれか。ありがとうございます。ありがとうございます。買ってきます。これからはい、ケーキとかね、たくさん置いてますね。大滝さんパウンドケーキ、あ、大滝さんのキウイだっけ、うん、大滝さんのキウイが使われてる。これ
ケーキ、うん、これ買ってみようか、ね、これも美味しそうだね。どんなって12月まで持つね、うん、これも買っていきましょう。パンもね、ある、うん、パン今買っといたら、夕方やらなくていいよね、うん、明日の朝のパン。そうだね、買っとく。あ、そこにジュンってあったじゃん、パン屋さん。あ、はい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 、あそこだ、ね、あったよね、通ったところだ。あったよね、通った。なんかパン屋さんジュンって途中、ね、うん、通り越したんですよ、うん、リンゴ粉とさつまいもね、うん、スタンプ押してきます。ここあった、はい、スタンプですね。滝色の里大滝です。はい、ゲットです。ちょっとちっちゃいよね、うん、あのハンコがちょっとね、可愛らしいハンコ2種類あるのかな、大滝城と、あのなんか違うやつだね。牛がドンってありますね、はい。でその前にね、大滝の交流センターって直売所がありますね、はい。でコスタコーヒーがあって、そこでね、グルメも味わえます。この食事どころはいろいろあるんですけど、特製たけのこ肉まんですね、はい。まあ、気になったのはあとね、これパンチェッタカルボナーラうどん、そしてこの大滝の担々麺なんかもね、イノシシ、はい、一番人気はね、竹浦定食みたいです、はい。竹浦の里で買ってきた、はい、こちら竹の子肉まんですかね、はい、こちら買ってきました。食べてみたいと思います。ここはね、竹の子とイノシシがね、はい、有名みたい。うお、見てくださいこれ、ほらすごくないですかこれ。もうほんとね、いい匂いがもうプンプンなんですよ。でね、これね、クミさんもね、食べさせてあげたいんですけど、クミさんタケノコが嫌いなんですよ。で、私一人でいただきます。うん、おいしい、おいしい。あのね、すごくね、タケノコのシャキシャキが残ってる。うん、おいしい。あ、シャキシャキ聞こえる。うん、タケノコいいですね。今ね、大滝町茹でます。次行くのはね、ふれあいパーク君津、こちらの方にね、行ってみたいと思います。君津もね、自然豊かで、いろんな自然の施設とかね、見どころありますよね。まあ、紅葉も今こうやってね、走ってると所々で黄色の感じが出てますよね。まあね、今回道の駅制覇があるので、歩く時間が取れないので、回る時間、道の駅回る時間があるのでね、本当はね、のこぎり山とかね、いろいろ回った方がいいと思うんですけど、それで一日終わっちゃうんで。いいですね、紅葉、あ、キレキレ。ふれあいパーク君津到着です。道の駅右と左があるみたいですね。まず右から行きます。ドライブインとかいろいろ分かんないんですよ、ここ。はい、では行ってみましょう。駐車場そんな大きくないですね。あるかな、空いてそう、うん、空いてそう、真ん中空いてそうですね。はい、到着です。到着しました、道の駅ふれあいパーク君津ですね、はい。で行ってみましょう。今日天気がね、ちょっとね、あんまり良くない感じですね。昨日と比べて曇り空ですね。紅葉が素敵な感じが庭が素敵ですね。トイレはね、こんな感じです。店内撮影禁止なので、カメラなしでちょっとね、プラリしてきます。
はい、ということで道の駅スタンプを押していきます。はい、こういう向きね、うん、薄い薄いですね、ここの道の駅は。やっぱね、スタンプはね、こうやって押しに来て押せなかった時のショックが大きいんで、道の駅さんに言いたいのは、せめてスタンプ押せるようにしてほしいんですよね。サービスエリアのスタンプはもうほぼほぼ完璧なんですけど、道の駅さんはね、たまにこういうことがあるんですよ。すごいつけてもね、もうつかないんですよね、インクが。これ残念なんですよね、本当回ってて。ほら、少し良くなった。少し良くなったね。はい、なんかイノシシが可愛いですね。やっぱね、イノシシ売りなんですかね。で、ここが片倉ダム記念館になってます。はい、これね、ダムカードがもらえそうです。亀山片倉ダムね、ダムカードですね。そしてダムのハンコがあります。笹川湖畔片倉ダム自然満喫のハンコです。これもなんか集めるとね、面白いかもしれませんね。この辺の巡る感じですね、秘密を巡る。ここをなんか回りましょうみたいなハンコです。はい、こんな感じのところですね。ここがあの光の影の、渓流広場のところですね。朝だとこういう写真が撮れるというね、人気スポットですね。ここはね、漁師工房ですね。ジビエショップになってて、グルメも食べられるし、剥製とかもありますね。いや、すごい毛皮がすごい。で、剥製がすごいですね、剥製で、毛皮がね、日本ザルとキョン、キョン、なんだっけ、忘れちゃった、忘れちゃったね。これハクビシン、これね、肌触りがね、すごいんですよ。すごい柔らかくて、で、アライグマ、アライグマ、アライグマの尻尾、はい、で、アナグマって言ったっけ、はい、はい、ここはね、両親のところなんで、角もね、すごくいろいろあります。すごくない？いやー、これはすごい。すごい、すごい。牙がすごいね。すごく牙とかさ、この剥製ね、すごいんですよ。見てたら。大きいね。やっぱね、でかさが今、横に久美さんが並ぶけど、こんぐらいなんですよ、大きさね。かなり大きいですよね。1メートル。うん。やっぱり実際会ったことないからわかんないですけど、こんなにでかいんだなっていうのを、今日初めて知りました。道端だったら怖いね。これ道端逃げますね。間違いなく売り棒あんなに可愛いのに。はい、ということでね、ペットフード売ってました。で、うちね、タクトね、鹿好きなんで、この鹿まんま、はい、これ買っていこうかなと思います。はい、犬用ペットフード鹿まんまスライスジャーキー、はい、こちらね、せっかく漁師の店来たので、これ買っていきましょう。じゃあこの鹿肉プレミアム人気ナンバーワンデミグラスシチュー買ってきます。はい、人気ナンバーワンですね。キョンの子供こんな感じですよ。はい、今ね、今日問題にはなってますが、キョン可愛いです、顔は。手と合わせてこんぐらい。手がこんぐらいだもんね、可愛い。もうほんとちょっと、そんなおちっちゃ。可愛いです。可愛い。はい。今ね、大変だけどね、ね、キョンは大変ですけどね。あ、キョンのカレーもあります。人気ナンバー2は、キョンのカレーみたいです。シカコロッケじゃ買います。はい、シカコロッケ。はい、さっき、あまりにもすごいの見たから、これはもう可愛らしくて、なんか木彫りが可愛いんですよ、なんかね。だって目も笑ってるし、目笑ってるよね。はい、こんな感じですね、シカコロッケ。はい、いやー、すごいね、ジビエのグルメがたくさんありました。剥製もほんとすごかった。
結構生で見ると本当白星すごいですね。白星、いやキョンとかね、イノシシとかね、毛皮、毛皮ね、うん、ハクビシンとかアライグマとか、アライグマこの辺出るんだね。ね、まあね、アナグマ、いろいろな毛皮があったね。うん、白線もたくさんありました。で、せっかくなんでね、ジビエ、はい、シカコロッケ食べてみたいと思います。いただきます。あ、サクって言ってる。うん、うん、おいしい。うん、うん、普通に美味しいよ。普通なの？美味しいの？美味しい。うーん、美味しい。全然あの何、臭みとかないんだ。臭みない。このコロッケね、しっとりしてるんですよ。揚げたて？うん。あったかいの？まあ、もう冷めてるけど。なんでサクサクするんだ。うん。うん。しっとりです。まあ、ジビエ料理ね、食べるならこういうとこ来た方が。本当にいいと思いますよ。結構いたよね。うん、お客さんいっぱいいました。漁師のおじさんが毛皮の説明をしてくれたんだけど、本当に、あ、こういう毛皮なんだって、触っていいよって言われて触ったんですけど、いや、全然違ったね。うん、全然違いますよね。触ったことないんでね。うん、はい、じゃあ久美さんも食べてみます。いただきます。はい、まあ、クミさんもあまりジビエは得意じゃないですけど、まあ、得意じゃないけど食べたことないのか、うん、ね。だけどこれはなんかね、コロッケで食べやすそうだったので買ってみました。味付けがいいね。味付けいいよね、うん、もう何もつけなくても食べれるような、しっかりついてる、うん、だからかな、うん、多分そうだと思う。匂いも全然ない。うん、ないよね。食べた時の口の中の臭みとかもない、ね、あ、ないないない、全くない。やっぱその辺が気になる方はね、ジビエはあると思うんで、うん、全然ジビエって言われなきゃよくわからないと思う。次はね、清水渓流広場行ってみます。この辺でね、なかなか有名なとこなんですけども、あの映える写真がね、撮れるとことしても有名です。まあ、ちょっとね、ワンズとちょっと散歩しつつね、巡っていきたいと思います。まあ、景色もね、楽しみながら行かないとなかなかね、旅も面白くないので、はい、それでは行ってみましょう。清水渓流広場、2分です。まあ、ジビエをね、ゆっくり味わって食べるのもいいですね、ビュッフェでね。ビュッフェだったっけ？だよね、ビュッフェなんで、あそこでゆっくりのんびり食べるのもいいかもしれませんね。犬が入れるみたいなこと書いてあったよね。ね、うん、優しい感じ。清水渓流広場、幸運の鐘。到着です。ちょっとびっくりだった。ね、ここ観光地、わあ、すごい満車です。いやいやいや、混んでるね。さすが紅葉の時期。はい、到着です。駐車場は結構混んでるみたいなんで気をつけてください。はい、ということで行ってみましょう。濃溝の滝、亀岩の洞窟って書いていますね。はい、まあ観光地としてね、かなり有名ですね。あ、千葉名物落花生ありますね。はい、紅葉がね、素敵ですね。はい、じゃあまずとお散歩しながら巡っていきましょう。はい、ということでね、近づいてきましたね。幸運の鐘、とりあえず鳴らさなきゃね。はい、そうだね。はい、鳴らしてみますか。はい、幸運の鐘鳴らしてみます。どうぞ。結構響かない。思ったより鳴った。結構響かない。これすごいね。はい、
これね、幸運の鐘、こういうふうにね、説明書きも書いてあるんで、まあここはね、奇岩の洞窟ということでね、こういうふうに3月6月の彼岸の時期にね、こういう光が入ってきてハートの形をするというね、はい、そういうところですね、はい、で時間も6時40分7時10分頃で、まあ、天気にもあるのでこういう写真を撮りたい方はね来て撮るのもいいと思います。今はだから地球を上から見た感じがこんな感じです。今は楕円の形してます。はい、じゃあ下降りてみましょう。はい、下降りてきました。じゃあここからちょっとね、撮影していきましょう。ちょっとまだ早いんだね。あの辺がみんな多分赤くなるんだよね、うん、はい、それではね、ちょっと遊歩道のところね、歩いていきましょう。ちょっと紅葉を見ながら散策です。まあね、ワンコと散歩するにはちょうどいいのかもしれないね。汚れないしね。うん、赤くなってたらよかったな。あ、でもちょっと先っぽが、そう、先が赤くて下がちょっとね、まだ青いという感じですね。はい、これが今ね、11月下旬です、はい、紅葉始めだね、だからね、やっぱりね、うん、そうね、やっぱりやっぱり12月なんだ。この辺は12月の中旬なのかな。あ、上旬か。あと2週間、1、2週間先かな、うん、ここホタル生息地だって。あ、ここホタルの生息地らしいです。いいね。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。外のお席、ワンちゃんも一緒に休憩で。あ、はい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ソフトクリーム試食です。おいしい。おいしいね。これ食べに行こう。ね、これ食べに行こう。ここかわいい。はい、ここね、プリンも有名で、あとね、ソフトクリーム機密ソフトっていうのがね、名物らしいです。はい、機密ソフトと機密プリン、風林堂さんですね。これ君津名物ということで、ここでソフトクリームとあれ買っていきたいと思います。風林堂さんのメニューは君津ソフトと君津プリン、ドリンクですね。コーヒーとかもあります。はい、テラスがあるので、テラスはね、犬連れ OK です。今ね、久美さんがソフトクリーム買いに行ってます。はい、ということで、あ、来ました、ソフトクリーム。はい、機密ソフトです。はい、いや、美味しそう。いただきます。はい、ここ今食べたからね、味は知ってるんだけどね。そう、味は知ってるけど ね、試食でいただいたんで。いただきます。どうぞ。ね、やっぱ美味しいね。濃厚なんだよね。うん、濃いね。うん、さっき試食でいただいた濃厚だったんで、美味しい。これは食べたいということでね、はい、買ってきました。機密ソフトです。はい、ということで、私もね、機密ソフトいただきます。はい、いただきます。あー、うまい。あ、結構濃厚でね、結構しっかりしてる。まあ今ちょっとまだもうこの時期だけど、そんなに軽く簡単に溶けない。寒いからかな。うん、
まあちょっとね冷えてきたんでね。でもなんかね、アイス食べようかなと思ったね。食べれる。まあちょっと今ね運動というか歩ったから、歩いたから。はい、ちょっとお裾分けです。ちょっとお裾分けです。食べれた？おいしい？はい、ちょっとだけ。はい、お裾分けです。本日は車の中でお昼です。まあお昼というかね、もう軽いいろんなの食べ歩いてるんで、もう今日はね、事前に買ってきたパンです。これは1日目に寄った空の駅買ったパンですね。ふわり芝山。こう？どう見るんだ。あ、そうだそうだ、こうだね。そうだよ、だってこれ運転席の運転、これそうだね、うん、こうだね。そう、これね、上から見るとこんな感じ、飛行機が飛んでるような感じでしょ。あ、中にソーセージが入ってますね。はい、中にソーセージが入ってるパンですね。はいはい、美味しそうです。それがこれ、はい、ケチャップだった。うん、美味しい、美味しい。はい、まあ、空の駅もね、結構見どころ満載な駅で、羽はね、ウィンナー入ってない。そりゃそうだよね、うん、真ん中の機体の真ん中にソーセージ入ってます。はい、蜂蜜バターパンです。分かる。おー、美味しそうね、蜂蜜。いただきます。はい、もうね、ちょっと蜂蜜がね、しみ出てる。うん、美味しい。おー、本当だ、外がサクサクで中がじゅわーっと蜂蜜。おー、外がサクサクで中がじゅわ、美味しい。蜂蜜ね、うん、うん、これ見る瞬間にこれ人気あるパンだなと思ったよね、うんうん、さっきのあの飛行機パンは絶対子供が喜ぶパンかなって思います。形も可愛いしね、うんうん、飛行機だしね、うん、道の駅って結構ねパン売ってるんですよね、意外と。うん、そうだね、うん、で意外とね美味しいよね。うん、美味しい。地元のパン屋さんとは、そこに台を下ろしたりとかしてるんで、まあここは、あそこで焼いてた。そこで焼いてた。ね、焼いててね、空の駅のとこで焼いてた。今日のお昼はそんな感じでした。いかがでしたでしょうか、千葉道の駅制覇の旅。今回は大多喜町、君津市の道の駅を巡りつつ、幻想的な景色が広がる濃溝の滝、亀岩の洞窟に行きました。次回は美しい海で有名な鴨川へ、そしてクジラで有名な道の駅和田浦和王を探訪。車中泊でうまいもの食べまくります。励みになりますので、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。